こんにちは。テンバーアカデミー堀秀です。えー、いよいよ、オーストラリアアマゾンで FBA が始まりました。FBA が始まるとね、えー、格段に稼ぎやすくなります。もう格段に稼ぎやすいというか、アマゾンというのはやっぱ FBA という仕組みがあって初めてね、えー、すごい、儲けやすい、えー、プラットフォーム、ね、ネットショップなんで、今までね、オーストラリア始まって約3ヶ月弱、えー、FBA なしだと、 やっぱりね、えー、なかなか高く売れにくい、儲けにくいっていう状態が続いてました。まあ、ところが、FBA が始まって、それが一掃されると。まあ、これどういうことかというと、まず、今、FBA が始まる前ですね、えー、Amazon で売っても、自分で発送しなきゃいけないんで、届くまでに時間がかかると。で日本から EMS で送ればね、えー、1週間以内に届きますけど、 中国とかインドから普通郵便で送っている人たちは3週間から下手したら1ヶ月以上かかると。そうなるとアマゾンで買ってもね、なかなか商品届かないと。eBay の方がいいじゃんと。eBay と何が違うのという感じになります。ところが FBA という仕組みの場合は早ければ2日で届くというね、もう全然段違いのスピードです。そ,れそしてもう一つ大きいのはね、自分で送るとなると日本から 追跡番号のある EMS で送ると最低2000円かかるとだ100円のものね、えー、2000円で売っても、えー、送料が2000円かかっちゃうんでね Amazon、えー、の手数料と商品仕入れ代だけ損しちゃうという形になります、まあ、ところが FBA の場合は Amazon に例えば100個とかね200個とか、まあえー、何個でも送っとけば Amazon が1個1個梱包して発送してくれますんで一度に、まあ、例えば ま、100個200個はね、えー、まだ到達しないとしても、例えば30個50個送ったとしても、1個あたりの、まあ、送料っていうのはね、二、え、百、ー、200円とか300円、ね、そのぐらいで届いちゃいます。ということは、今ね、これ ebay で売れてる、えごますりキこれ100円で買って1596円で ebay で売れてますんで、仮に Amazon で同じ値段で売れれば、ね、 えー、まあアマゾンの方が届くの早いんで、当然、アマゾンの方が高く売れる可能性が高いんですけど、まあ控えめに同じ値段で売れたとしても、100円で仕入れて、で、えー、送料が例えば300円、送料と商品代を足して400円、で、アマゾンに手数料を取られて、えー、まあそうですね、だいたい500円取られたとしても、えー、9円、ね、だから900円取られても、600円弱儲かると。 いう形です。ね。まあ、1500円で言って600円儲けとね。ど、えー、商品仕入れ自体は100円という形で利益が出せると。でこれ例えばね、ごますり機は1個でしょうね、まあ、2個も3個もごマスり機いらないんで、まあ、ところが例えばこれ、ス炭パックね。えー、約1066円で売れてると。まあ、これ 二つとか三つセットにして、二千円とか三千円にはね、ちょっとできませんというか、やった場合でもあんま売れ行き悪いですからね、二つ三つとなると割引したとしても、例えば三つで二千円で送ったとしてもね、商品代金は三百円と、それが二千円で売れて、送料とアマゾン手数料を足して、千二百円、八百円儲かるという形になります。 で100円で仕入れたものがね、600円儲かるとか、300円で仕入れたものが800円儲かるとか、まあそういうね、えー、まあ濡れ手に泡みたいな利益が取れるのは、FBA の仕組みを使って、えー、やったればこそ、アマゾンは儲けやすいという形になるんでね、まあいよいよ、オーストラリアアマゾン、面白くなってきたなという感じです。まあね、えー、アメリカで売れてる商品、で、アメリカでね、価格競争が、えー、結構増えてきて、 えー、あまり儲けにくくなった商品、これをオーストラリア、アマゾンに入れるとね、アメリカで昔儲かってたような金額で売れるという形になるんでね、まあ、商品探すのも楽だし、えー、ただやることといえば、ねえー、売れる商品をオーストラリアに送るだけという形でね、しばらく利益が取れますんで、まあ、これはアマゾンね、オーストラリアをターゲットにしたアマゾン室というのは、非常に儲けやすくて面白いなという形で取り組めます。 ちょうどね、えー、今日。